今日開いたばかりの似ている品種、江戸花菖蒲平崎古い花、古花、昔からの花菖蒲。そしてね、右が江戸錦、左が万里の響き。で、このようなね、タイプも非常に種類が多いので、本当に細かい差がわからないと品種の確定は難しいんですけども、右側はね、白地に赤紫の筋が入っています。で、中央がちょっとぼやけたような紫。左は万里の響き。こちらは赤紫ではなくて紫の筋が入って、中央は意外と濃い紫で、雌しべも内花比、要するに3本の花びらもっていう、こういう感じですね。両方とも同じ日に咲いたので、わあ、好都合と思いました。両方とも15センチぐらいある平咲き大輪。強さは大体普通だと思います。人物は育てた高さは70センチになります。ただいろんな図鑑を見ますとね、こちらの万里の響きの写真で完全に江戸錦と言って書いてるところもあれば、こちらの江戸錦なのに万里の響きみたいな色になって写真が写ってる場合もあって、あとは個体によって濃淡に差があるので、本当にこの2つはね、ごちゃ混ぜになっておかしくない品種だと思います。ですからね、この2つは本当にね、困ったもんなんですよね。遺伝子的にもそういう系統なのかもしれませんけれどもね。ですからね、どっちが本当なのっていう、やっぱり識別するね、図鑑っていうのはしっかりなきゃダメだなって準備そう思います。ましてや今管理がちゃんとできてない花菖蒲の業者さんなんかも札を間違えるくらいですからね、まあ、どっちでもいいやって言えばもうどっちでもいいって感じなんですけどね。江戸錦と万里の響きでした。